爛漫になって NHK の公式サイトが見にくくなったと思うのは私だけでしょうか。今も自習予告を探してるのだけど、やっとありました。第4週はささゆりですが、なんというあらすじでしょう。ネットでざわざわしてたのですけどね。万太郎と綾が結婚？松坂慶子さん、それはあまりにも、万太郎にとっては姉と結婚、綾にとっては弟と結婚、二人にとって酷な話ではないでしょうか。朝ドラでこんな無茶苦茶な話をやっていいのでしょうか。当時はよくあった話なのでしょうか。知らないけど、今の時代には合ってない話で、視聴者が困惑するのも仕方ないでしょう。ということで、噂のあらすじです。佐川に帰ってきた万太郎は、植物学の道をきっぱり諦め、峰屋の当主として生きることを約束する。万太郎が本心を隠していると察した滝は、万太郎を峰屋に縛りつけるため、綾と夫婦になるよう言い渡す。姉弟として生きてきた二人は、滝の命令に反発し、綾は家を飛び出してしまう。向かった先は蔵人、幸吉の村だった。万太郎も、綾を探して高知へ向かうが、自由民権運動の集会で、偶然出会った政治結社のリーダー、早川逸馬と意気投合。逸馬は、万太郎を、ジョン万次郎こと、中浜万次郎と引き合わせる。Thank you.